ゆいさん、ゆいさん、はい、お疲れ様です。はい、はい、今日はですね、このランチリオシルビアプロ X っていうエスプレッソマシンが、あのちょっとの期間だけ大阪の僕のラボの方に、仲間入りするということで、検証動画を、お届けしたいなと思って今撮ってます。で、一応これね、まだ、到着したてほやほやで、水だけ入れてスイッチ入れて、でエスプレッソだけあの粉を測らずに一旦抽出して出るかどうか、そこの確認までしかしてないんですけど、まあ、これが、どのようなパフォーマンスをするのかちょっとやってみたいと思います。じゃあまず早速エスプレッソを抽出してみますね。はい、というわけで、あのランチリオシルビアプロ X には、ボトムレスのポルタフィルターがついてます。でフィルターが、大体18か 19g ぐらいだったので、ここにコーヒーの豆を今 18.5 詰めてます。でこれで一旦抽出してみたいと思います。さっきね、あの1回その最初試運転で使ってみた時にすごい抽出が綺麗だったんで、もう問題なさそうですね。ほら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 、ゆいちゃんこれ見てよ、この美しさ、すごい、うん、いいね。はいはいはい、まあ、抽出の秒数は若干早いかな、うん、19秒で、36g、 だいたいまあ1対2だいたい1対2の液体なんですよ。でもこうくればもうしっかりしてますね。はいはい、まあ、僕これ初っ端から味のチェックとかエスプレッソの調整とかもう今日はいいので、初っ端アイスコーヒー飲みたいと思います。はい、さあさあ、使ってるお豆はですね、フープで、使っているお豆のブレンドになります。グアテマラとコロンビアですね。マドラー忘れましたね。でも全然いいです。ちょいただいてみたいと思います。どうですか？後でゆいちゃん飲んでもう一回作るから、はい、むっちゃうまいっす。はい、全然問題ないですね、うん、でさっきさ、ちょっと若干こうラテアートとかって、もうちょっと抽出ゆっくりの方が書きやすいじゃん。でそしてミルクにもあった抽出ってなると、もう少し僕は液体量も少ない方がいいかなと思うんですけど、なのでちょっと粉量を増やして早速ですけど、ラテアートにもチャレンジしたいしてみたいと思います。いや、めっちゃうまいっす。いや、楽しみだな。はい、では、これさっきの引き目は一緒なんですけど、少しだけ粉量を増やしてみました。増やして、抽出をね、ゆっくりしていきたいなと思います。あー、もうめちゃくちゃ綺麗ですね。うん、いい感じ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 。まあ若干もう少しやっぱ引き目が細かい方が良かったかなと思うんですけど、まあいいじゃん、これでいってみましょう。マジでガチンコなんでね、スチームもやったことないんですよ、これランチ料。僕業務用は海外で使ったことがあるんですけど、はい、やってみたいと思います。こういうのはね、スチーミングのコツはチリチリの回数よりもこれ金属の鳴り方で判断できます。このチリチリの回数を数えてたらダメなんですよね。はい、もうこれも絶対いけます。無理なわけがないっていう感じですかね。よし、はい、いけますか？はい、はい、ゆうちゃん、うん、全然遜色ないですね。うん、思ったよりか少しもったりするイメージはあるんですけど、あ、でも全然いけた。はい、初見ですね。すごい、はい、いい感じ、いい感じ。これちょっとゆいちゃんやってみる？ゆいちゃん、え、やりますか？なんで笑ってる？え、実は今日私すっぴんなんですってやつ、ね、じゃあもうここから下だけ写すわ、ここから下だけ OK、 はい、はい、
うん、豆がうまい、うん、めちゃくちゃうまいです。これね、マシエスコネエスプレッソマシンで僕使ってみて思ったんですけど、基本的にはまあ大きい200ボルトのエスプレッソマシンを使うと思うんですよ。で、まあ、あと例えば、イーグルワンのプリマとか、イーグルワンのプリマとか、あとリネアミニとか、あとシモネリのあれなんだ、アッピアとか、はい、っていうのを使うし、僕も新しいセットアップなんかが、お店のセットアップなんかにはそれをおすすめするんですが、ぶっちゃけこれ1時間に 4,5 杯とか、うん、でも連続抽出は、まあちょっと劣るかなと思うんですよ。触ってないから分かんないけど、これすいません、全然劣らなかったらすいません。ただその例えば1時間に 4,5 杯とかだったら、まあ、10分に1杯じゃないですか、うん、でまあそういう感じだったら全然問題なくいける。ただこうお店のスペック上5人1組とか来るような場合とかは、まあその時はちょっともしかしたら連続のスチーミングとかはちょっと時間はかかるかもしれないですね。はい、知らんけど怒られるかな、こんな動画回したら。ただその例えばアメリカーノ、さっきのアメリカーノめっちゃうまかったじゃないですか。アメリカーノなんてあれなんですよ、お湯はここから使わないから、うん、合わせた温度帯で、例えばもちろん使ってもいいんですけど、ケトルとかを使用してお湯入れるので、でここのお湯を使うと使わないでまたマシンのこう立ち上がりというか抽出圧とかそういったものの復帰が全然スピードが違うので、エスプレッソの抽出と、スチーミングだけに特化すればめちゃめちゃいけるかなと思います。なんかランチ利用のあれですね、スローダウンとかやってみたいですね。はい、というわけで僕の話なんでもういいので、ゆいさんゆいさん入れてみましょうか。はい、はい、初見ですよ、もう一発、はい、一発、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。とりあえず抽出します。はい、抽出してみてください。うん、覗いてみなよ、下から。結構綺麗でしょ、いい感じでしょ、すごい、うん、おい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 、トロトロです。うん、トロトロやろ。よし、やってみます、はい、あ、もうそれぐらいでいいんじゃない、あ、もうちょっといる、え、そんなに悩む、ポジションいけそうな、いけそう、いけそうな、いや、こんな俺上から言ってていいんかな、どうしよう、俺のよりはるかに切れる、やめてください。はい、ゆいちゃん、はい、さあさあどんな感じかな。おお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 、いいじゃないですか。うん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 、あらあらあら、お、書きやすい、全然問題ないですね、書きやすいです、うん、すごい、いや、ランチリオシルビアプロ X 素晴らしいですね、うん、はい、ええ感じ、ええ感じ、いや素晴らしい、どうですかゆいちゃん、やってみて、スチームしやすかったね、なんかいいよね、うん、はい、エスプレッソも全然問題なく、うん、そうだよね、はい、あ、これさ、立ち上がるのに20分ぐらいかかった、一応せっかくなんで分数も測ってみようと思って測ってみてたんよ、だいたい20分ぐらいでした、クルミンやってみる？できない、はい、くるみさんという方も本日はいましてですね、くるみさん、ラテアートラボを来て1ヶ月か、はい、はい、ラテアートしてたのはどれぐらい時期は、でも1年ぐらい1年ちょいぐらい独学でやって、で1ヶ月
ラボに来てものすごくうまくなってるので、ちょっとそれも見てみたいなと思います。見てみたい。はい、行きましょう。はい、もう抽出しましょうか。じゃあ、はい、くるみさん、くるみさんどうですか、緊張してますか？緊張しますめちゃくちゃ緊張します、はい、あ、抽出いいですね。うんうんうん、でももう少し細かくてもよかったかもね、ゆいちゃん、うん、ね、そうですね、うん、ただまあそんな細かいことは置いておいて、なんて言うんですかね、いい状態を作ってると、うん、何でも作られね。お、多分ねこれぐらいですね。うん。うん、お、うん、これね、多分ね、クルミンがいつもやってるウィング系よりも一回ロゼッタでやってみようか。ロゼッタ何振りぐらいのイメージ？9振り。9振りぐらいでいこうか、じゃあ、はい、うん、それぐらいならいけるな。しっかり傘上げようかな。はい、うん、はい、止めよう。はい、出しちゃって、はい、振りな。そうそうそう、はい、下がりな。なんでそこでハートインしたかっていうのはまあよくわかんないけど、まあいいやもっとかけんじゃない？もっとかけそうよね、くるみちゃん。はい、うん、ちょっともう一発やってみようよね。え、うん、はい、素晴らしい。あれだね、ターナースチームでパスしてみようか、次。はい、はい、うん、じゃあこのラテは美味しくいただきましょう。じゃあちょっともう一回仕切り直して、さっきちょっとスチームが最初思ったよりわからんかったかな。そうです、ね、うん、あ、ゆいちゃん、ゆいちゃん見てこれ、はい、バキバキに、粉類を増やしてみたっす。はい、まあ細かくするっていうのの手なんですけど、一旦ちょっと粉類を増やしてみてっていう感じで、うん、結構これぐらい、まあ、ゆっくりな抽出でも全然問題なくマシンはいけそうですね。動画なんか映してみますか、一回。はい、このブルルルルって音はあれかな、なんかこう給水みたいな感じかな。はい、あ、なるほど。これね、給水のタイミング若干あと落ちるかもしれないね。うん、よし、ウィングハートぐらいでいいんじゃない？ハートインしてもいいよ。はい、振って。はい、振る。はい、進める、進める、進める。オッケー、オッケー、オッケー。うん。はい、あと2回いける？いける？うん、うん、うん。惜しい！ねえねえ、うん。でも、なんかこれお家でやれるってなったらいい感じじゃないですか。確かに。うん、ね、家で、うん。ちょっとフォームがね、少し先、僕が自分でセルフでやったやつに比べて、ちょっとフォームがね、攪拌がしっかりできてなかったんで流れにくかったと思うんですけど、うん、いいんじゃないですか、はい、ランチ入りをシルビア、シルビア X プロランチ入りをはい、はい、ランチ入りをシルビアはい、ランチ入りをシルビアプロ X、 はい、はい、素晴らしいスペースマシンでした。はい、ぜひと皆様のご自宅でなんかね、これね、あれだね、まあ、もちろん業務用でも使えますし、僕の印象を、お家ですごいこう高級志向にエスプレッソ入れたい方にはおすすめ、うん、たまに自宅でさ、すげえエスプレッソマシン持ってる方いると思うんですよね、はい、まあ、皆さんがあれをやれるかって言ったらそうじゃないと思うんですけど、まあ、こちらだったらもう少し価格帯も抑えられるので、でその上、ほぼお店でやるマシンと変わらないスペック、変わらないパフォーマンスを出してくれるのでいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。